はい、この動画では音声で検索をする方法を解説をしてみます。で、まあ、今ですね、まあ、スマートフォンなんかが普及してきたことによってですね、まあ、スマートフォンを使ってこう音声で、まあ、自分で言葉をしゃべって、まあ、検索をしたりだとか、あとこう文字を入力したりだとかっていうのがね、まあ、だいぶこう当たり前の時代になってきましたけども、まあ、もちろんパソコンでもねそれはできます。で、まあ、やり方は非常に簡単で、まあ、おすすめは Google の Chrome ですね。 Google Chrome というブラウザを使うと簡単に音声でね検索をすることができますんで、まあ、やり方としては今ねこれ Google Chrome が開いている状態で、まあ、Google の検索ページが出てます。でこの検索窓の右の方を見てもらうと、ここのね、こういう音声で検索っていうなんかマイクみたいなボタンがあると思います。ここをクリックをして、で、あとは言葉で喋ればいいということですね。なんでちょっと試しにやってみますと、まずはこちらをクリックをして、パソコン。はい、そうするとこういった形でですね、まあ、パソコンでこの検索したものが引っかかってくるということですね。はい。まあ、こういった形でですね、Google Chrome を使うとですね、この音声で検索することもできますんで、まあ、こういったね、機能もうまく使ってもらえるといいのかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。動画をここまでご覧いただきましてありがとうございました。で、この YouTube チャンネルでお届けしている動画とは別にですね、パソコン力劇的アップ動画講座 5days ということで、5日間の無料の動画講座というのを別途お届けをしています。で、この YouTube チャンネルの動画はね、たくさんありますんで、見ていただくことによって、まあ、いろんなソフトウェアのね、使い方とか、まあ、便利な活用方法っていうのは覚えていただくことができるとは思うんですけども、ただですね、そういう活用の前に、やはりそのパソコンの基礎力というのが非常に大事です。で、この基礎力がつくとですね、そのパソコンの活用の幅、あなたのパソコンの活用の幅というのは非常に大きく広がりますんでね、まあ、もしですね、あなたがパソコン基礎からしっかりとね、基礎力をつけていきたいということでしたら、この5日間動画講座ですね、これすべて無料で見ていただくことができますので、この動画の下の説明欄にその申し込みのフォームの URL がありますのでね、ぜひそちらを、ね、クリックしていただいて動画の方を見ていただけるといいかなというふうに思います。じゃあそれではですね、次はこのパソコン力劇的アップ動画講座 5days の中であなたとお会いできる時を楽しみにしております。ありがとうございました。